私はソラ、新生児育児に大奮闘中の主婦。特に娘の寝かしつけには毎日苦労している。はぁ、くるみちゃんやっと寝た。今日も3時間かけてようやく寝かしつけたのだが、ビバビバビョンボーン。こんな夜に誰？くるみ起きちゃったじゃない。鉄出てくれる？たく、エンジン？やあ兄さん、コンパで終電逃しちゃってさ、止めてくんね。しょうがねえな、上がれよ。サンキュー姉さん。どうも、こんばんは。バターザ、大学生だしそういうこともたまにはあるか。あざーす。しかしエンジはこちらの事情にはお構いなしで。ソラさん、風呂沸かし直して。え、今？はぁ、ソラさん、俺の寝るとこは？ちょ、やっと寝そうだったのに。翌日も。ビバ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 ーン。まず止めて。翌翌日も。ビバ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 ーン。鉄、兄としてなんか言ってやってよ。毎日毎日くるみを寝かしつけるたびに起こされてもう限界。あいつは今楽しくてしょうがない時なんだよ。多めに見てやってくれよ。俺は兄として弟の青春を見守ってやりたいんだ。ああ、そのうちエンジは当然のように我が家に入り浸り。オープリン発見。それは楽しみにとっておいたやつ。うまっ。当然のように食べた。昼間家にいる時もエンジ君、布団の上げ下げくらいしてくれない？赤ん坊の泣き声で全然眠れなくてさ、だるいんだよね。なんとかなんない？いい加減にしてよ。どうにかならないの？あいつは今幸せなんだよ。そんな弟を俺は兄として、いや同じ男として応援してやりたい。もうダメだこの兄弟。そしてついに限界を迎えた私は、ビバ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 ーン。たったいまー。うえー、もう無理。毎晩毎晩ビボビボと。食事も据えて布団も片付けない。私はあんたの母親でも召使いでもないっての。金輪際家に出入りしないで。助けて兄さん、寝てんの？アディアス。ふう、これでようやくゆっくり寝られる。事件は解決したかと思われたが、翌日の夜中、スイヤピー。マジウケる。な、何事？マイペイ、ドリンク追加。な、何これ？イエーイ。何してるの？あ、ソラさん、はじめまして。エンジの彼女のヒサメです。どうやってこの家に？合鍵は兄貴がくれたんすよ。俺も大人なんで、ソラさんには迷惑かけません。インターホンを鳴らさなければ妻も子も起きないから。あー、ちょっとテツ起きて。カッカクシカチカー。え、あー、合鍵ね。この年頃の男は彼女を連れ込んで遊びたいもんだ。俺も男だからわかるんだよ。デート代にも困ってるだろ。実家は窮屈だろうし、この部屋をいつでも使っていいからな。ありがとう兄ちゃん。あ、そうそう、明日ここにベッドが届くから、ソラ受け取りよろしく。ベッド？この前エンジが布団の上げ下げしないって文句言ってたろ。だから買ってやったんだ。そんな勝手な。ソラは女だからすぐには理解できないだろうが、この年頃の男は好きな女と1秒でも一緒にいたいもんだ。エンジ、この部屋はお前の好きに使って大丈夫だからな。お兄様ありがとう。もういい加減に。え、この家って赤ちゃんがいるんですか？エンジ、はい。どこなの？あんた、兄さんの家はいつ泊まりに行っても平気、全然気にしないからって言ってたでしょ。嘘だったわけ？え、嘘じゃないよ。ごめんなさいソラさん、私たちすぐに帰りますので。ほらエンジ、さっさと合鍵返して。赤ちゃんのいるお宅で騒ぐなんて非常識でしょ。でも兄エモン、この家が使えないと困るんだよ。コンパで盛り上がってる時に終電だから帰るとか空気読めないやつみたいじゃん。なんとかしてよアニエモン。しょうがないな、エンジ君は。俺が学生時代にできなかったことを弟にさせてやりたいんだ。合鍵を渡してやれ。夜は静かに眠りたいという妻と子の気持ちは、くー。その日エンジたちはなんとか帰ったのだが、翌日の夜、ビバ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 ボン。また？姉さんのせいでヒサメに振られたんだけど、どうしてくれるんだよ。私のせい？
昨日ヒサメが人様に迷惑かけちゃいけないって言ってたの、俺の兄貴の家なんだからいいだろって反論したら、あんたとは無理って。間違ってる？ねえ俺間違ってる？ソラが文句言ったからだろ。わざわざ彼女の前で恥かかせることなかったんじゃないのか。旦那の家族を大事にできないのか。今までは大事にしてたつもりだけど、もう無理。こっちにも考えがある。え、翌日、うちのバカ息子たちが申し訳ない。ごめんなさいね、ソラさん。なんで親父たちを連れてくるんだよ。親を巻き込むことじゃないだろ。あなたたちもくるみを巻き込んでるでしょ。ケツ、今お前はエンジの兄であるより、ソラさんの夫でくるみの父であるべき立場なんだ。自分の家族を大事にできないなら離婚されても仕方がない。家族。おい親父、なんで嫁に頭下げるんだよ。兄貴の稼ぎで買った家だろ。それを実の弟に使わせるのがそんなに悪いのか。エンジ君、私のおじ知ってるよね。あの人が毎晩あなたの部屋に来て好き勝手してたらどう思う？姉さんのおじさん？は、兄貴の結婚式の時のうざからびおっさん！飲んどるか？俺まだ未成年っすよ。くるみから見れば今のエンジ君、あの人と同じよ。嘘！絶対嫌だ！なりたくない！もうなってるから。ごめんなさい、そら姉さん。もう二度と迷惑かけません。わかればオッケー。こうして二人はなんとか反省の色を示すようになり、エンジは今後他人に迷惑をかけた場合には両親と絶縁、学費も払わないという条件を突きつけられた。鉄は元より独善的な行為が多かったこともあり、反省の印として書いた離婚届を私に預けることとなった。なあ飯まだかよ。はん、焦がしてます。こうして家族に生殺与奪の権を握られた兄弟はおとなしくなり、いやーいやー、私たち親子にも平和が訪れたのだった。